柴崎港。日本国外向けの歌手活動名義はミューズク。東京都豊島区生まれ。スターダストプロモーションを経て、レトロアグラース所属。14歳の時に友達と池袋のサンシャインシティを歩いているところ、スターダストプロモーションにスカウトされる。当時は高校受験を控えており、なおかつ芸能界入りを父親に猛反対されたこともあって、すぐには所属しなかった。 高校入学後父の許しを得て所属し、16歳で芸能活動を始める。当時自身も全く興味がなかった芸能界入りを決意したのは経済的理由であった。現在の芸名は川上淳この漫画、ゴールデン、デリシャスアップルシャーベットの登場人物、柴崎港に由来する。2018年7月6日。 中央合同庁舎第5号館にて環境大臣政務官笹川博義とデビューは1998年7月4日に放送された番宣番組クラブ6。1999年放送の日本リーバのポンズダブルホワイトのファンデーションは使ってませんというセリフの CM で注目される。以後は映画バトルロワイヤルやゴーンの演技が評価され、 数々のテレビドラマや映画に出演している。特に、ゴーデンの演技は高く評価され、日本アカデミー賞最優秀女演女優賞、キネマ旬報ベスト10最優秀女演女優賞をはじめ、その年の映画賞を総なめにし、女優としての地方を築くこととなった。主な出演映画代表作は、バトルロワイヤル、ゴー、高専が、エリ、世界の中心で、愛を叫ぶ、メゾンド、ヒミコ、 日本沈没、県庁の星など。2007年には、妻吹里氏と,と共演を務めた、ドロロが公開。同年、コメディ作品である、舞子ハーン。で、安倍貞を、堤真一と共に主演を務め、捨てられた恋人を追いかけて、舞子になるという風変わりな OL を演じた。翌2008年には主演作、少林少女。 福山雅治とダブル主演の容疑者 X の検診が公開。2010年、小川糸の小説を映画化した食堂片つむりで主演を務めた。2013年には自身もファンと公言する名探偵、コナンの劇場版、名探偵、コナン絶海の探偵でゲスト声優を務めた。また同年には、 全編英語のセリフに挑戦した47七人のヒロイン役でハリウッド映画デビュー。2014年、劇団一人が初監督をして話題となった青天の壁靂に出演し、芸人である恋人を温かく見守るヒロインを講演した。主な出演ドラマ代表作は、グッドラック、オレンジデイズ、ドクターこと診療所など、いずれも高視聴率を記録した。特に、 グッドラックは最高視聴率37%を記録し、芝崎の影響で整備士を志願する女性が急増した。2007年に放映されたガリレオも大ヒットし、映画化もされた。2010年、富士テレビ開局50周年記念作品のラストである三谷光輝脚本の我が家の歴史で主演を務めた。2013年にはガリレオのスピンオフ作品である ガリレオ XX、内海る最後の事件グローブで主演を務め、内海刑事がもっと見たいというガリレオファンからの要望に応える形となった。2015年、妻で女優歴17年目にして、初めて単独での連続ドラマ主演を務めた。2017年には、第56回 NHK 大河ドラマ、女上主自家虎で、主人公のいいなお虎を演じ、 NHK ドラマ初出演にして、大河ドラマの主演を務めた。2020年3月31日付で、スターダストプロモーションとのマネジメント業務に関する契約が満了。4月1日以降は、レトロアグラース株式会社がマネジメントを行う。2020年4月、エールで連続テレビ小説に初出演。歌手活動を始めるきっかけは、日本放送、グローバーの占い。 での、柴崎港で、夢の印税生活。というコーナーが元であり、デビュー曲の歌詞はリスナーから募集したものだった。ユニバーサルミュージックから2002年にシングル、トラストマイフィーリングスでデビュー。2003年、ルイの名義でリリースした映画、光線が襟の主題歌、ガツの雫が100万枚を超える、大ヒット曲となる。オリコンチャートでは最高位1位。 年間チャートでも5位を記録した。翌2004年にはドラマ、世界の中心で、愛を叫ぶの主題歌、形あるものが60万枚を超える大ヒットを記録し、年間チャートでもトップ10入りした。ほとんどの曲は柴崎自身が作詞を担当しており、影やインビテーションなど、本人による歌詞は原作の内容をよく理解して作られており、作詞に関する評価も得ている。 2008年、初のベストアルバム、シングルベスト、ザバックベストを2枚同時リリース。オリコン初登場1位を獲得した。2007年には、福山雅春とのユニットコートして、福山と共演した、ガリーレオの主題歌、キスして、2008年には同じく、福山と共演した、映画、容疑者 X の献身の主題歌、最愛をリリースした。 2011年11月23日には、デコ27とテディロイドと共に、ゴラクシーズとしてミニアルバムを発売した。2011年7月号の、音楽と人で、甘美な孤独つぶやくが如とくという連載がスタートしている。彼女にとっては、初の雑誌の連載である。2014年8月5日、ボーカロイド技術を用い、 柴崎港の声をベースとした歌声合成ソフトウェア、ギャラコネオがヤマハより発売された。2014年8月27日発売のシングル、青い星より、レコード会社をビクターエンタテインメントへ移籍した。2015年6月17日、初のカバーアルバム、こう歌うを発売。2018年、全世界向けに英語誌の楽曲、ブレッシングを制作し、 国外活動の際のアーティスト名として、ミューズクを名乗ることを発表した。2018年7月6日、環境特別広報大使任命式にて、環境大臣政務官、笹川博義と2016年に、エンタメコマース事業を行うレトロアグラース、株式会社を設立、CEO に就任した。2018年には、衣、食、銃をテーマとし、企画、 デザインなどプロデュースを全面的に手掛けたファッションブランドミバコンスを立ち上げ、プレオーガニックコットンなどを使用した衣類を発売した。このほか化学調味料不使用のレトルト食品ブランドなどを発売した。2018年7月6日、環境省の環境特別広報大使に任命され、9月19日には同大使として伊勢神宮にガツの雫の生演奏を奉納した。 2020年3月31日、YouTube にて、柴崎高公式、レトロアグレーシズチャンネルを本格始動した。美しく生きるをテーマにし、アースコンシャス、ライフスタイル、エンターテインメントという3つのコンセプト軸に自身が、プロデュースする企画コンテンツ等を配信。2020年9月17日、アウディジャパン株式会社の初となる、電気自動車、アウディ、 トロンスポートバッグの発売を記念し、柴崎港が、アウディ E、トロンサポーターに任命された。また、日本の美しい自然に、フォーカスを当てたアウディと、柴崎港のコラボレーションフィルム、サステイナブルな未来へをはじめとしたコンテンツが、公開された。このフィルムのために、柴崎港の新曲、ひとかけらが特別に書き下ろされた。NHK 日本テレビ t b s テレビフジテレビテレビ朝日テレビ東京東京 MX 柴崎は2013年2月5日にオフィシャルファンクラブを立ち上げた。名称は解説当初会員に募集したが大好きな猫と自身の本名の一字を合わせた猫幸い組とした。さらにファンクラブ会員のことは子猫と呼んだ。柴崎は2016年11月18日に衣食住の製品をプロデュースし、 かつ自身のプロモーションも行う、レトロアグラース株式会社を設立して、代表取締役に就任したが、猫幸い組の運営もそちらに遺憾した。すなわち、ファンクラブの運営を、柴崎自身が行っている。さらに2017年7月1日、猫幸い組を発展させて、ウェブコミュニティスペースコクラスとした。有料会員限定公開で双方向に、 コメント可能なブログを綴る会員限定で抽選の誕生日会を開催するコンサートの両席を割り振る出演作の試写会に抽選で無料招待するなどのサービスを行っている互いのブログにたびたび登場するライブツアー2010ラブパラに駆けつけたガリレオに初収録されたありがとうございます